愛知県内の通りは愛知県下にある各市町村ごとの道路通称、道路愛称、街道、その他の名のある道路等を一覧として集約したものである。名称からその地域の地理歴史を連想させるもの、地域振興のために選考委員会が新たに選定したものなどがあり、どれ一つとっても興味深いものである。名古屋市、稲沢市、港南市、春日市、尾張旭市、 岡崎市、豊田市、豊橋市などでは、標識例に基づく企画の道路の通称名の案内標識を設置しているが、市宮市、長久手市、三好市、豊川市、蒲郡市などでは、オリジナルデザインの案内標識を設置している市町村もある。しかし必ずしも、実際の道路で、通り名がわかるように標識等が設置されているとは、限らず、 地域で呼び名を表されているもの、市販の地図には記載されているが標識が存在せず、地域の人々の認識の世界に存在するものなどがあり、注意が必要である。例えば、愛知県には東海道が通っており、地域住民であれば誰もが、東海道路が東海道であることを認識しているが、東海道の標識を設置している市町村は少ない。 自動車などのモーターサイクルで通行できるものがほとんどであるが、中には道路相性の追加、歩道、見歩走路、山越えする道など歩行者を主眼とするものも含まれている。愛知県内では全54市町村のうち名古屋市を含め13の市町村で道路通称、道路相性の制度を採用されている。県庁所在地たる名古屋市は愛知県下では、 格段に通り名が多い。特に5番目上に整然と待ち割りされた中区の中心市街地では、いくつかの東西、南北方向の道路に通称が付けられている。名古屋海府の際に建設され、5番割と呼ばれた道路が現在まで引き継がれたものも少なくない。中心街の5番目上道路で華やかな五福町通り、大須の門前町通りで画像左右を 大須通が通る新天地通りの商店街アーケードの、ついた、エンドン寺通の入り口で画像左へ行けば4、関東名古屋市内の主要な幹線道路には、通り名が付けられていることが多い。赤門通りと裏門、前町通が交わる交差点の名物信号機。周囲は、電気街久屋台通北側を望む名古屋の市街地を南北に貫く大須通りで、画像左右に、 西木2が交差する終わり一宮駅から放射状に伸びるように道路が形成されている。一宮市では、駅周辺地域をはじめとして、通り長、西尾わりでは一番多い。名駅通り空港線の東片橋名古屋駅から、桜2を眺める名古屋のメインストリート広工事通り、東山2の起点の標識カスガ市では、都市計画道路を中心として、線がつく道路が多い。 路傍に残る鞘街道の同票名古屋城周辺の航空写真。写真内にある伏見通、大津通、出来町通り、外堀通りなどは正式名称よりも通称名で呼ばれることが圧倒的に多い名古屋城外堀の清水橋付近の出来町通り。画像奥は愛知県庁や県警本部など丘陵地帯を通る山手グリーンロード。 長久手市内の都市計画道路を中心とした道路に愛称をつけるため市民から募集し、選考委員会により道路愛称が決定した。自動車交通量の多い比較的大きな道路に付けられている。画像左右の道路が白山線で、道路沿いにはアピタ構造辞典などがある春は満開の桜祭りで、夏は花火大会でにぎわう竹千代通り歴史的に、 西三河の筆頭角たる岡崎市は、城下町周辺をはじめ名のある道が多い。単に通り名という概念よりも長い距離にわたる地域間を結ぶ道がいくつかある。古くから存在する道が多い。連弱商人でにぎわった岡崎城下の連弱通り市の町岡崎の歴史が根付く、岩屋町通りかつての職人長期町通り定期市が、 開かれる八幡通り東西の幹線道路である竜、南メインロード自動車産業で発展した豊田市は大型のトラックやトレーラーが通行できるような広く大きい幹線道路が非常によく整備されている。しかし道路通商は近隣の市町村と比較して数が少ない。山林地帯を切り開いて急速に住宅地下が進んだ三好市北部では三好が丘駅のある 三好市急を中心として、丘陵地帯に道路が良好に整備されている。豊橋鉄道、東田本線の路面電車が通る駅前、大通東三河の中心的都市である。豊橋市は、古くから街道名称が付けられた道が多い。そういった街道名称はそのまま現在でも市が認定している。また公募により決定した愛称もいくつかある。中央に、 路面電車が走る駅前大通りとヨハシ市の繁華街、広小路通り、多米街道の前畑手竜城付近とヨ稲荷、などがある、豊川市は、海運通りやことぶ吹通など、縁起の良い通り名が多い。運動公園通りの運動公園前、停留場4豊川店の利用客が多く通る、海運通り、竹島などの三河湾の継承地を抱える観光都市で、ある、蒲郡市は、 はず街道や国坂街道などの古来からの街道の他に温泉街道や西の浦シーサイドロード、マリンロードなどの観光を意識した道路相性がある。南大通の貸し団急西の浦温泉の温泉橋で西の浦シーサイドロードが通る。ありがとうございます。